今回のテーマですが、手術期管理を扱いたいと思います。皆さんがあの循環器内科に依頼される内容の大きなものの一つとしてですね、この方を手術しても大丈夫だろうかという依頼をされることが多いのではないかと思います。で、そのことの考え方に関しまして、最近循環器内科の方でも考え方がだいぶ変わってきましたので、そのですね具体的な内容を含めまして紹介していきたいと思います。 まずですね具体的な症例から考えていただいた方がよろしいかと思いますので,でこちらの症例ですが72歳の男性。 2006年に胸部大動脈瘤を指摘されておりましたもうそこからだいぶ5年ぐらい経過観察で見てきた方なんですがだいぶ流形の拡大を認めておりましてこの時で2012年当時ですけれどもだいたい6.5センチぐらいまで拡大を認めています他に強力としてまあ15年前に小麦化出血そして高血圧がございまして内服薬はこちらに示してある通りです えー、CT ですけれどもこちらに3次元で再構築したものを示させていただいております、えー、胸部の下降大の脈離を中心として流状、えー、にだいたい6.5からだいたい7センチのところもありますかね大きな流、えー、が認められます こちらは血液検査の所見ですけれどもご覧になってわかります通りこの方貧血が認められるんですねでこれはま術前に補正しなければならないそしてえ肝機能の経度の異常とまあ、BNPCRP の経度の上昇が認められておりますその他の電解質腎機能等は正常でした でこちらがですね入院時の、えー、心電図になりますけれども、えー、心電図の方はですね、えー、まあ、見てわかりますと若干まあキブロックがあったりしてですね、えー、変化はあるんですけれども、えー、STE の部分ですとか異常 Q 波ですとかそういったところには異常がございませんでしたこちら胸部レントゲンですね、えー、第2級から第3級ぐらい左側のところですねかけてですね大きく流状に膨らんでいるのが見えますけれども。 それ以外の肺の部分にうっ血動が認められているあるいは心臓部そのものが拡大していたりとかそういった所見は認められませんでしたでこちらですね、えー、心臓の超音波の、えー、検査通、えー、示させていただいておりますが、えー、こちらの動いてる心臓を見ていただいても非常に、まあ、健康な状態でして、えー、全く問題ございません。 大きさも大体その方の握り拳ぐらいで 43mm31mm、mm、そして砂防圏の大きさも 24mmEF も63%と正常値を示しています。でここでどうするかっていうところが、まあ、ディスカッションになるわけですけれども。 まあえー、大きく考えられる枠として、まあ、4メッツ歩ける4メッツ歩けるというのは一つの健康であることの指標ですのでそのぐらいの、えー、歩ける方で問題がございませんのでそのまま手術へという選択肢が一つあとは念のために、まあ、核医学検査ですとか、えー、心臓 CT そういったもので心臓の血管の状態を見ておいた方がいいんじゃないか。でさらに まあえー、カテーテル検査までやってですねしっかりと、えー、心臓全て把握しておくのが、まあ、循環器内科としての役割ではないかといろいろな考え方があるかと思います。でこのことをですね今まで、あのーまあ、各自バラバラにやっていたり病院ごとにいろいろ基準が違ったりしたんですけれども、まあ、今後はこういった考え方で進めようじゃないかということで、えー、米国の方では、えー、大体2005年から2007年にかけてガイドラインが制定され 日本でも2008年改定された非心臓手術における合併症疾患の評価と管理に関するガイドラインというものができております。これ大体ですね日米で少し差があるんですが内容大体のところは一緒ですので紹介させていただきます。でポイントなんですけれどもポイントはですね患者さんのリスクと手術のリスク手術のカテゴリーというものを2つ別々に考えてそれぞれを掛け算で考えるというところが大きなポイントです。 患者さんのリスクが高い方、中等度の方、軽度の方というふうにまず分けるようになっています。えー、高度の方というのは具体的にはもうあの急性期の ACS であったり、えー、心不全が代償されてなかったりあるいは重症の弁膜症を抱えてたりとかそういった方ですね。で中等度っていうのがまあ、心臓の機能歴はあるけれども。 全てててされていいてい、まあ、今現在は問題ない方っていうのが中等ですねで軽度というのは心臓の起用歴がなくてですねほとんど、えー、心電図の異常も正常に近いとかそういった方でございます。でこれを見て考えますとですね、まあ、高度の方 ACS の急性期ですとか、えー、心不全の非代償期の方というのはです、ね、もう誰が見ても分かります通りこれはですねあの循環器の方の疾患の